ジェットパートで先端中央部に集めてくるんですが、話したように少しお姫様たらし、ちょっとこう長さはバランス違うんですけど、まあ、顔の印象を少しグッと締めるようにして、ちょっとこちらで右サイドでただのテールのひねり上げにしたんですが、こちらわざとテンションかけたり緩めたり強く締めたり緩めたりってこうちょっとランダムに形をコントロールして作りました。で次に一番最初にこのファイナルコームで正しいバックコームの仕方をやりましたが、ここは正しいバックコームじゃなく正しくない刃先が全部向こうに出る、まあこんがらげですね、いわゆる綺麗じゃない逆毛をわざと作ります。オール綺麗じゃない逆毛、刃先が外側に出るこんがらげを作ります。でこのこんがらげのいいところは綺麗な逆毛と違って方向性がかなりあちこちに動いても使えるということで、ある意味こういう場合は綺麗じゃない逆毛、ちょっと素人風に立てる方がいいと思います。こういう逆毛の場合は立てたりスプレーすると後ですごく解くのが大変だったり、綺麗になってない分ランダムな動きがあります。ですからわざと刃先は外に出して、まあ、ぐちゃぐちゃに立てます。でぐちゃぐちゃに立てるんだけど、コンセプトとしてはルートは少しだけ持ち上がるようにしてください。ルートは少しだけ持ち上がって、まあ、毛先までオール立ちすぎないこんがらげですね。もうこれはどんな立て方でもいいです。でこういう感じにランダムにアバウトの逆毛を立てて、ここからがモデルウィークをつけたみたいな、ちょっとウィークを つけましたみたいな違う質感をわざと作ってください。でこれをきれいに今から手で少しずつつけていってフィニッシュです。では非常にアバウトであまり作為的に無理に作ってません。本当にさっきのこんがらげを広げてって、まあ、ここまでラフで作り込まないんじゃなくてこれからもっと作り込んでいってもいいんですが、サイドビューでこちらが一番最初言ったただのひねってコームテールのひねり上げで、こちらがランダムにこう崩してありますので、それでちょっとフェイスラインを締めるためにストレートな2本落ちて、でまた少しこれがお出かけ、例えば結婚式とかそういうセレモニーなんかの時にちょっと光るようなものを少しこの中に埋めたりしてもいいかなと思います。全部見えなくても隠れててもいいので、少しこう埋めてあげてもいいかなと。で非常にランダムでわざと作り込まないで、ちょっとバックもそうですね、バックもこう落ちるような感じで、でややこう夜会で止めた上に全く違うパターンのものが一種のものを潜り込ませて少し遊ばせて、でここはもう少し作り込んでてもいいんですけど、まあタイトな面、こういったタイトな面とランダムなカーブで、やはりスプレーの回し付けでスプレーを回しながら毛先を遊ばして動かしていくっていうフィニッシュの仕上げ方をします。ここでフェイスラインの一応ポイントを、まあ一つはここで角を作ることと、フェイスラインをこう締めるポイントを作ることと、サイドビューに少しずつ違った動きを入れること、あとはフロントのポイントの中に何か一つ埋め込んであげたりして、でもしこれがセレモニーだったらもっとまた派手にしてもいいし作り込んでもいいし、もう少しおとなしめのでしたら全体のボリュームをウェイトをもうちょっとダウンする、そういった感じで作っていくスタイルです。一度やってみてください。 OK。